キリンビールの布施社長が急世。後任は伊崎キリン HD 社長が兼務へ、キリンホールディングス、HD 参加のキリンビールの布施のりゆき社長、61が急世したことが3日、ダイヤモンド編集部の取材で分かった。キリンビール社長は当面、キリン HD 社長の伊崎つどむ天使が兼務する方向で調整している。キリン HD は3日午後1時に正式発表する。ダイヤモンド編集部、 山本コーヒー、名古屋和樹、キリン11年ぶりの王者復権に注力、キリンホールディングス、HD 参加のキリンビールの布施則幸社長、61が救世したことが3日、ダイヤモンド編集部の取材で分かった。布施氏は2015年にキリンビール社長に就任。20年にはビール類、ビール、発泡酒、 第3のビールのシェアで11年ぶりに周囲を朝日ビールから奪還するなど、王者の復権に注力した。キリンビール社長は当面、キリン HD 社長の伊佐木務天使が兼務する方向で調整している。布施氏は82年に早稲田大学卒業後、キリンビール、現キリン HD に入社。首都圏営業企画部長やキリンビールマーケティング社長などを経て、 10年に参加の小岩井乳業社長についた。小岩井乳業では、リストラなどで再建を主導した。営業畑が長く、現場からの人望が極めて厚かった。第3のビール、本麒麟が大ヒット。朝日ビール社長と史上初の対談も、布施市の最大の功績はトップシェアの奪還だ。就任当初の15年頃は、朝日に次ぐ万年2位が定着していたが、主力ビール、 一番絞りを底上げに成功したほか、18年に投入した第3のビール、本麒麟を大ヒットさせ、シェアを急速に伸ばした。就任以降、トップの朝日とのシェアをじわじわと縮小させた。ダイヤモンド編集部の試算によると、20年はじめ実2月のビール類の市場シェアはキリンが37.0%で、朝日は35.4%。 1.6ポイントの差をつけて、キリンが悲願の逆転を果たした。週刊ダイヤモンドの特集、2016層予測。2015年12月26日、16年1月2日合併号では、朝日ビルの工事名前社長、当時と日夜のトップ同士による対談に、史上初めて登場。対談で伏せしは、シェア競争というおのいさんが、業界を短期的な発想中心にし、 市場が過藤競争に陥り列島を参加した、もっと中長期的な発想で、ビル業界を魅力的にしていきたい。ビルメーカーは人々に明日への活力を届ける社会的使命があると、私は自負していますなどと語っていた。